ぶちゃん、お友達なんですね。ばい、今日始まってないよね。始まってるよ。終わった。違うよ、なぶちゃんじゃない。あいちゃん。なんでもいいよ、もう。ごめん、中野ごめん。ゆきみちゃんとも昨日バスでお友達になりました。今日お友達になりました。はい、お友達増えた。お友達増えた。クリーチャーシルバニアファミリーみたいなやつを新しいお友達増えたみたいなやつ知らないですか。明治シルバニアヨーグルトこれシルバニアだからその感じ。これは風船ありがとうございます。あ、風船いいな。練習終わりました。明後日本番です。28日はダイヤモンドホールで寒くないこの部屋。エユがね、暴風雨を言って暴風にしたな。じゃあレベル5暴風雨暴風雨20度です。23ぐらいにしてきますね。明後日行くよって。明後日何がある。本番だから。明後日本番か。じゃあ明後日待ってますね。え、なんか絶対ありましたよ、一列目の人。え、一列目、うん、いや寒いんだよ。寒いみんな汗冷えてるから寒いよ。そうなんや。あ、ゆうちゃん、背中当たってる。え、なんでこっち、かのんちゃんのこっか、かっか名前書いてあるか見えんの。おたくすげえからなね。おたくの目なめんな。中野さんってアイリーですか。ハチレペンギンチョコにいたってダメじゃないか好きなんだ。ハチレペンギン動かなくちゃ始まらない前に出ろよ。ハチレペンギン恋を手にするのは一等賞だけ。センターを目指すんだ。え、そう、ツアーファイナルも始めました。やば。みんなって誰？ハンデ？アイちゃん。アイちゃんとあのサヤとか、フーピーとかアヤとか。結面ですね。結面と一緒に練習してて。練習しててって言ったの。なるほど。その時に、あ、え、そう始まったんじゃないって言って始めたらバズった方で。おお。ちゃんちゃんちゃんとトロロ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 ヒナそんな頑張ってって言うほど頑張ってなかったくね。めっちゃ可愛かったよ。頑張ってたけど普通に似合ってた。普通に似合ってた。だってヒナピヨだし。ピヨピヨ確かにマジ可愛かったよ。顔つけた。それは思ってくれました。頭おかしい。頭おかしい。映っていいですか。はい。いや、うなちゃんも負けてるよね。いや、切ったっすね。しょ。しょ。え、ゆうも切ります。切るの？ね、えぇ、ー、いいの。え、でもさ、めっちゃ短かったよね、みんな。そうじゃん、そうだよ。ラブリンさんとかめっちゃ短かったよね。え、ラブリンはさ、マジでさ、違う、切られすぎたんよ、なんか病院。でもさ、なんかそのイメージ強い。ゆうちゃん、映ってよ。ちょっと待って。ゆうちゃん、追いかけ中だよ。追いかけるよといやな。悩み暴風でやられた。え、でもいいさ、マスク、マスクさ、ここがね、ちょっと切れてるんだけど、はい、笑うとね、わかる？前髪がちょっと浮くのにさ、風船ありがとうございます。風船大好きなんだけど、君。わかる？赤がいい。風船ってめっちゃ可愛くない？みんな風船飛ばしてね。風船の他に何があるの？なんかマリンのクマめっちゃ可愛くない？この前飛んできたの。
違う、飛んできたの、マリンのクマちゃん。え、マリンのさ、クマちゃんなんだろう。え、なんか動きが強くない最近。知らんなもん。わー、風船ありがとうございます。わー、風船ありがとう。わー。ね、風船が一番可愛いよ。泡やばかった。いや、泡が一番可愛いから。何泡？何泡ってなんかあった？え、ぷくぷくさ、違いますか？もしかして君とゆうきさんさ、全然やってないじゃん。頑張れ。ゆうきさん、ゆうきさん全然ショールームやってなくない。ゆうきさん、でもこの風船やってなくないもん。やってなくないもん。私たちオリンピック大好きです。やべえ、こいつら風船集めしてる。私たち昨日本当に、でもえなちゃんめっちゃ見てた。オリンピックマジで見ないといけないんで、ね、昨日は見る時間ないね。見て帰った。あ、かわいい。違います。昨日柔道の決勝見たすぎて、一面、一面です、一面です、一面、一面見てください。柔道の決勝見たくて、はい、レッスンやってて、はい、帰んなきゃと思ってたら、ちょうど終わった瞬間に、あ、今日は卓球見ます。怖い。ダブルスのずっと星投げてるみんな、はい、なんでそんな投げるの。決勝ですか。決勝です。中そく、違うな、間違えた、スケボー女子って中そく、見なきゃ、見なきゃ。スケボー男子、プチで頑張った。今見たよ、頑ったね。柔道メダル来たんだが、なにそれ、金メダル来た。金メダルすげえ。やっぱ一勝やから、一等賞やからな。ラグビーさん、サッカーも見てました。あれ、来てた風船。え、なんか名前なくない、この人。本当だ、名前なしの方、ありがとう。水泳も来ました。今日水泳やりますよ。え、決まりましたか。あ、青も来た。え、クマー消えちゃった。マリンのクマみたいなの来た。マリンじゃない、これ寝てるクマ。え、かわいいクマ。男みたいなクマ来た。でも消えちゃった、すぐ。なんでこれすぐ消えるの、クマ。携帯貸してくれない。なんでいいよ。めっちゃ来た、風船。オリンピックだ。お疲れ。ありがとう。お疲れ、ありがとうございます。Thank you。なんか光ってる。Thank you。見て。オリンピック。かわいい。この時間さ、見てる人いるのかな。え、いる。千人。いるの？いるの？ね、ね、サーフィンもやってますよ。でもサーフィンめっちゃ気になるんですよね。牛タンって自分で作ったの？違う、牛タンだ。自分で作ったやばいだろ。牛飼ってんの。ゆうさ、オリンピックとラインのお腹でも痛いの？痛くないでしょ。あ、クマ、10点できた。クマ！何その10点って。10点だ、来てないっすね。え、10点って書いてた。1点だよ。え、なんか、え、クマがここに来たの？うん、あの、画面中に来て。え、悔しい、みんな。え、悔しい、それは。僕はクマ、クマ。今日21歳になりました。おめでとうございます。ラビンさん、牛タン食べたい。11位から来てもらうんですけど。
NHK の見てるから。見てる。いいのも昨日見てました。スケートじゃない。スケボーをずっとそれで見てた。いい時間。見て。何ですかそれが。これね。頑張れ来た。ゆうゆさんとお揃いなの。あ、クマ来た。頑張れ。なんか待ってた。なんか待ってた。待ってなかった。ねえ、なんで。エナちゃん、スケパー。なんで。ジャラ昨日大阪にいたんよ。え？やばい。キミとユウちゃん。これキミちゃんとおそろっち。トゥース。かわいい。ねえ、スケボー見れないよ。はい。はい。はい。音出さないんで見ます。はい。絶対痛いじゃん。挟みたくないんだ。あ、日本人です。おお。あと見ていいですか？勝手に見てますけど。勝手に見てんじゃん。日本人だよ。めっちゃかっこよくね。金髪だよ。でも金髪。えなちゃんって本当にさ、なんかさ、えなちゃんって本当にハマりやすくて飽きやすいの、うん、確かに一瞬でハマるの、5秒やればハマるけどさ、え、なにこれ、次の日には勝負ない。猫、ありがとうございます。猫スポーツ猫バンライフ2月9日でも私、ウィンピックはずっと好きなんですよ。わかる、今ね、なんかね、見たら見るの見ちゃいますよね。頑張れ、ありがとうございます。知らないけど、まだ優先かな。今日はまつげパーマしていきます。おー、どうですか。ちょっと本当にやばい、やばい、やばい、怖い、一発でも自信あるもん。え、透けてんだけど、この人すげえじゃん。綺麗な、あれだよ、すげえじゃん。先生、ありがとうございます。コンタクト見える。あー、いいよね。さっきマスクにさ、髪がかかるんだよ。え、わかる。え、ほんとだ。今何時ですか。今何時。今は28分。あ、13歳で生まれてましたけど、行ってみたいもんよ。かかってるもんよ。
昨日髪の毛乾かすときにさ、耳にさ髪の毛絡まれすぎて髪の毛重くて痛いって言ってそんなことないあったんだけど引っかかったの、引っかかりすぎてさ後ろに絡まる、めっちゃ腫れたし、なんか腫れすぎた、痛そう、うわ映ってる、さっきまで映ってた、金メダルいっぱい来たよ、金メダルって、え金メダルっぽくない、え金メダル取ったの、うわ王者できちゃった、もう出たよ、ラブリーちゃん金メダル取ったよ、やったみんな金メダルください、やばすごくない、若い、金メダルすごい、あ、金メダル来た、ありがとうございます、そうだよ、行って、マジで行った初めてだから、金メダル行ったら、ね、めっちゃ初めて行った、え、じゃあ、初代の方さ、え、金メダルめっちゃ来てるよ、ねえ、なになになに、かわいい、かわいい、テルマエロマエみたいじゃん、昨日テルマエロマエ来てたじゃん、何それ、昼公演で、エンドロールで、え、そうそうそう、君のエンドロールやばない、テルマエロマエって、マジで、テルマエロマエ来てる、しかもさ、なんかここがさ、飽きすぎてさ、てマジガチテルマエロマエだった違うんですよ、最近のテルマエロマエのなんか、なんだっけ、スカートとかでやってるんですよね、こうやって、そうですね、ガチおもろい、ありがとう、ビンちゃん見せてくれて、絵で銅メダルも欲しいんですって、え、すごい、違うんだって、お腹すいた、このプレイが映ってた、ダメだね、お腹すいた、お腹すいたね、携帯の裏に見せちゃいけないものが入ってるんです、いや、見せちゃいけない、それはかっこいい、それは何、この QR コード取られたら全部取られる、そうなの、本当にやめてくれよ、その顔なんかさ、ドラマさ全然映ってんだ、こっちにダメだ、これ君、先生、ありがとう、人気美、人気美、人生キビどうしたチンキビ流行らそう、みんなチンキビ、チンキビ、チンキビしか買ったの、昨日食べたたこ焼きいいな、食べたい、ゆいさんとたこ焼き無双したそれな、マジで銀ちゃんとさ、マジで、それで塩とソースとめっちゃ食べたの、甘辛と醤油とみたいな、いいな、したい、ラーメンあるかな、あ今日お土産忘れた、家に、あ東京バナナ食べなきゃいけない人東京バナナをあのみんなに渡そうと思って、人前かなんかだよねでも正直やん、見てこれ、ゆいさん一人でどっか行っちゃって飼育員に引っあのついてこられるやつ、しかもマネージャーがマネージャーなんだよ、やばないこれ、ガチ飼育員かわいい、マジ笑い止まらなかったんで、キムもさ、これ遠くからこうやって転まくるからさ、廊下全部笑い止まらんかった一人脱走してさ、こっちだよって笑ってるやつやん、え、これめっちゃ可愛いないこれ、あ、ハイビスカスありがとう、可愛い、え、そんなとこあるんだ、うちらは勝手に逃走してるわけ、え、うちらが逃走したの昨日聞いてよ、昨日ね、なんか窓から外出てベランダみたいなとこあって、ゆうゆさんと出たの、うん、キムさ、ゆうゆさんが先に帰ったそっかりやん、そろそろゆうゆさんと青海がいて窓の鍵閉めるの。でね、そのままどっか行っちゃったの。で、しかもそれ開演15分前だから。焦ってよ。衣装着てんの？衣装着て、ベランダにいたら鍵閉めて2人でどっか行くの。違うの。ゆうは、あ、きみちゃん助けないとなと思ったんだけど、いや、ゆうが、大丈夫。いや、きみね、それで、ね、もし焦って。え、どうやって来たの？もし開けてくださいって。トレーナーさんが来て、来てちょうど気持ちいい開けてくれた来なかった、どうしたの出なかった、トレーナーさんにあとは頼みますみたいな、あとは頼みますやばい、でそう来なかったら私多分昨日出てなかった、出てなかったね、そうそう、それでいいの締め、今の話は、うんうん、なんかもっとゆうゆさん怒るとかしてうん、ゆうちゃんはいいことした、やったいいことした、こんな可愛いの見て、めっちゃ可愛くないこれ、赤ちゃんこれ撮って、ここまでは良かったのよ、かわちぃー、ここに、ね、ここに監禁、かわちぃー誰何やばいこれが一番可愛いわ、え、その動画ないんですか、え、この動画持ってないのよ誰が持ってるの、やべえと思ってるよ、何だろうね、マジでさ、いじめんのそれ以上、君、見てかわいい、かわいいでしょ、かわいい、
ゆうゆさんマジで、あ、これ昨日の友達の証だからもう一個あ、こっからこれ昨日アミが買ってくれたね、ミルクテミルクテ買ってたらさ、横見たらマネージャーさんさ、二人がさ、ミルクティー買ってるのちゃんと見てた優しかった、ちゃんと見てたよね。お腹すいたってば。お腹すいきましたね。お腹すいたってばよ。ということで、ご飯食べようと思います。バイバイ、みんなありがとうございました。オリンピック楽しみましょう。バイバイ、バイバイ。リトル